下田市立東あずさ中学校は、静岡県下田市にある市立中学校。所在地は、下田市三つくり350。伊豆半島南部の中央の国道414号沿い、稲あずさ川と稲尾沢川合流地近くの稲あずさ駅周辺に広がる田園地帯にある中学校。2020年現在、下田市で、児童数が一番少ないため、 部活動数も4つと下田市内の中学校で一番少ない。須原高等尋常小学校が、須原小学校と稲市小学校の合併の際、稲、あずさ中学校として新たに設立された。中学校再編整備の方針として、2022年4月に、下田市内に新中学校を開校する目標がある。 学校経営の礎学校教育目標1959年、詩人の大木見が作詞、テノール歌手の岩井慎吾が作曲している。校歌は PTA の要望により、年1万円ずつ積み立てた3万円を使って作成された。1991年9月10日の集中豪雨の際には、地域住民の避難場所として利用されている。 稲、あずさ中学校の学区は、稲市小学校の学区と同じである。平成29年度の部活動は4つあり、男子は、テニス部、卓球部、女子は、テニス部、バレーボール部がある。下田市教育100年の歩みと、現状下田市教育委員会、1974年、ピアニッシモ、ニエビ、中学校生徒数下田市、 P1 2020年1月18日閲覧 AB 平成29年度下田市立中学校再編に関する経過説明資料保護者説明会下田市教育委員会学校教育課 P26 2020年1月18日閲覧下田市役所市長公室広報下田祝札版 1> 第1巻昭和61年4月 115P、下田市役所市長公室、広報、下田祝殺版。第1巻昭和61年4月 145P、下田市役所市長公室、広報、下田祝殺版。第1巻昭和61年4月 190P、下田市役所市長公室、広報、下田祝殺版。 1> 第1巻昭和61年4月 211p、鴨地区教育研究会教育支部会、鴨地域の教育士、昭和63年12月325、ピーハット島あずさ中学校創立50周年、記念誌発行委員会。創立50周年記念誌あずさ平成9年11月21日、4p、鴨地区教育研究会教育支部会、 鴨地域の教育史、昭和63年12月325、p ハ a t とあずさ中学校創立50周年、記念誌発行委員会、創立50周年記念誌あずさ平成9年11月21日、4 p ハ a t a b c 下田市立とあずさ、中学校内とあずさ中学校創立50周年、 記念誌発行委員会創立50周年記念誌あずさ下田市立東あずさ中学校内藤あずさ中学校創立50周年記念誌発行委員会1997年 AB8 犬市中 R1 グランドデザイン PDFPDF 下田市教育委員会 P12020 年1月18日閲覧ありがとうございます